今日俺がなんてスーツか分かるか。妹の結婚式。ちげえよお前。春のフレッシャーズ、どうも中島健人です。ということで今回は中島健人流。今回、10個シチュエーションを僕が用意しました。紙に書いて、でそれを適当に、後ろの判定員の人に、引いてもらってですね、その紙に書かれているお題の通りに中島健人っぽく答えられたら1健人。うわーこれ全然健人じゃない、もうそれ京介、うん健人じゃないってなったらもうマイナ健人。こういうゲームをねしていって、どれだけ僕が健人に近づけるか、そういうゲームをしていきたいと思います。それではやっていきましょう。春のフレッシャーズ。よし、じゃあ1枚目、今回くじ引きのようにね、こうやって丸めて渡してあるので、中身も彼は分かってません。ちょっと待って。では読みます。こんな中島健人は嫌だ。何をした？大喜利ないよな。すげえ適当、絶対当たんねえと思ってさ、俺何も考えなかったのこれ。こんな中島健人は嫌だ。何をした？男女の行為の時に喘ぎ声が、あーセクシーサンキュー。本当に中島健人さん、中島健人のファンの皆さん、大変申し訳ありませんでした。もう本当にごめん、マジ下ネタしか思いつかんかったよ。本当にごめん、本当に健人ごめんな。問答無用でマイナ健人です。もう2問目いこう。はい、2問目。はい、付き合ってくださいと言われた時。これは簡単よ、もうこれは簡単。もうだってもう本当の答えあるからね、これ。私と付き合ってください。バーカ、もう俺ら、もう俺ら付き合ってんだろ。どうだい？マイナケント。マイナケント。お前動画の構成考えろよ。お前このままだったらマイナケントで終わっちゃうだろうが。じゃあ3問目ください。3問目いきます。はい、3問目。スマホの充電ゼロの時の中島ケント。これはもういけるいける。スマホの充電ゼロの時の中島ケント。お願いします。携帯の充電切れちゃった。これで誰にも邪魔されずに。君だけだけを見よ。携帯の充電が切れたことによって仕事の電話も来ない、ね、仕事の電話来ないということはもう誰にも邪魔されない、ずっとあなただけを見ることができますよ。はい、これでもう1ケント確定です。判定ははい1ケントでございます。1ケント、ラストケントです。ラストケントは10ポイントとなっております。おっ、10ケント、絶対勝つ、マジケントになりてえ。注文したものが来ない時の中島ケント。分かった、俺これできたわ。注文したものが来なかった時の中島健人。これです。注文したものが全然来なくても優しさで待つ、これが中島健人なんです。あいつは無言で待つ、ひたすら喜ぶために立つわ、ちょっと喜びの舞をするために立つわ、ちょっと来い。判定ははい、マイナス100中島健人。100中島健人。